はい、どんどんどうもガオチュウでございます。いつもご視聴ありがとうございます。ということで今回はちょいとドライブ、まあ車検の後のというか今回の、修理部品交換の後の試乗みたいなもんですかね。はい、ってことでちょいとやってまいりました。ここは252号線、大沼市から十日町市へ抜ける間ですかね。まあそんなところを通りながらちょっと確認、まあ途中で地元へ帰るための道に、曲がりますけどね、はい、ちょっとお付き合いください暇であれば、まあ、ということで、まあ、今回、まあ、車検受けて、まあ、その時に分かったそのブレーキの不調、あと排気ガスの数値のちょっと異常なところがあったので、まあまあそこら辺の部品を交換して修理という形になってます。まあ排ガスもまあちょっと単位は分かんないですけど忘れましたけど、3桁いくつつったかな、300とか400とか500とか、うん、まあまあちょっとねふらついてたっていうのがあって、でまあその辺何かしらの部品交換で治るかなということで、まあまあ YouTube とかいろいろとミンカラさんとかネットで検索したら、うん、O2 センサー変えればいいかな、まあ、そんな感じで、ディーラーの担当者とも話をして、 O2 センサー、前後ともその触媒のね、ところとあとマフラーのフロントの側にくっついてるやつ2つ、交換しました。まあ、そしたらまあ劇的にその、まあ、正常というかその値まで1桁だったかな、いくつだったかな、コンマ台だったかな、まで劇的に落ちたので、うん、これは成功。まあ YouTube 動画見てるとね、それで治ってる方車が結構あったみたいなんで、うん、まあまあ、順当に、部品交換で良、かったかなとそんな風に感じてますが、はい、あちょっと今日暑いので窓開けてますなんせ暑い、日の当たってるところはねめちゃくちゃ暑いです。はい、まあそれとね、あともう一つ問題になったのがリアのブレーキ、まあ、フロントのブレーキはまあしょうがないとして、リアブレーキの力圧力、これがねちょっと左と右で、倍半分の力だったんで、これはちょっといかんな左右均等にした方がいいかなということで、いろいろとディーラーさんにも調べてもらいましたが、ドラム丸ごと、まあ、使える部品は使うとしてケースとか、その辺は全部交換しました。まあ、あとベアリングもね、多分まだ1回も交換してなかっただろうベアリングも交換して、いくらかかったっけ、なんだかんだで、まあ、O2 センサーも入れて13、4だったかな、3ぐらいだったかな、かかっちゃいましたね。はい、そんなんで、まあでも2
20年以上部品交換してなかったことを考えればもうそろそろ交換だったのかな、順当な部品交換だったのかななんていうふうにも思ってます。私もはい、そんなんで、なんだかんだ今年もパーツ交換、部品交換あとメンテナンスとかでね、お金かかったなーなんて、しょうがねえかなーって感じですけど、来年は来年でまたタイミングベルトとか他のもね、周期的に交換しなきゃいけないものがリストアップされてしまいましたのでそれは来年また交換しようかなと思います。まあ、私が乗って5年ぐらいで、まあ、10万キロ近くになってるんですけど、年間2万キロか、そこそこ乗ってるかな遠征だけで年間2万キロって考えるとそこそこ乗ってるような気がするんですけど、これが通勤やら何やらでやってると3万キロ行くのかな。年間3万つうとちょっとね、そういう定期的な部品交換がサイクルが早くなるっていうそういう問題も出てきますから、このまま県外遠征のみで使用していこうかなと思います。はい、よ、いやそれにしても暑いな、秋だぜ10月の中だぜはい、まあ、そんなんでリアブレーキもね、まあまあ力倍半分って言いましたけど、どれぐらいなんだ、単位はニュートンでいいのかな、ニュートンパーメーターでいいのかなパーじゃないか、ニュートンメーターか、でいくと左が70、右が400ぐらいだったかな、なんか計測してもらったんですけど、まあ、そのぐらいの力の違いがあるっていうことが判明したので、まあ、どこが悪いかっつったら、まあ、ケースもね使ってればだんだん減っていくわけで、内径というか内側、ブレーキシューの当たるところが減ってきてるから、直径が微妙に大きくなっていくと、そこまでこうシューが到達する距離が長くなって、まあでもそれは関係ねえかな、どうなんだろう、ちょっと判断にしかねますが、余裕があればなんでしょうけど、大丈夫なんでしょうけど、距離が離れると、力って弱くなるのかな、どうなんだろう。まあそこら辺もあって、サビもひどかったし、まあ、分厚いケースだからサビの問題はあんまり気にしなくていいのかなとは思ったんですけど、まあそういう内側のヘリの具合もねちょっと解消したかったんで、ほとんど、まあ、使える部品バネとか、その辺は使いましたけどあとはみんな交換ですね。まあ、ワイヤーは何年か前に 2,3 年前に交換してるから、大丈夫なんですけど、あとねマスターシリンダーですね、このエンジンルームについてるマスターシリンダーも交換しました。まあ、そこら辺の稼働する部分がどうなのかっていう問題もちょっとあったので、変えてみましたが、あとは何だったっけ、なんとかバルブ、谷
ニバルブだったっけ、その近くにあるそのやっぱエンジンルームについてる、バルブはね今回はちょっと交換しなかったんですけど、そこら辺も怪しいなあっていうことで、まだ左右の力加減が今一つ同じになってないので、来年あたり交換してもいいのかなーなんてそんな風に思いますが、よーと、まあ、それがまた部品があるかどうかという友情、感じですかね。あればすぐに買っちゃおうかななんて思ってますが、対向車多いな。はい、そんなんで、まあ今年の修理はそこまでかななんて思ってますね。あ、で、あと最初の方で言った O2 センサーを交換したんですけど、なんだろう、なんとなくですけどね、気持ちはちょっと、トルクが上がったのかパワーが上がったのかそんな風に感じますね。ちょっと、なんだろう、これまで、登ってた坂、サードでないと登れないとかいう坂でも4速で登れるとか、あと今まで4速に落とさなきゃ登れなかったような道が5速トップで、登れるようになったとか、そんな風に感じているんですよ。ちょっとここはサードじゃないとね。だからちょっとなんだろう、そのバランス、コンピューターの処理情報、それでガスの濃さが、燃料の濃さが違ったのかななんて、そんな風に感じてはいるんですけどね。まあ、それが本当かどうかは、まあ、実際その燃費だったり、あと、なんだ、燃費とそれから、まあ、パワーチェックなんてね、この辺じゃできないから分かんないですけど、まあ、ちょっと燃費でその辺を調べてみようかななんとも思ってます。今までのそのずっとね燃費が記録してある燃費が、平均的に半年とか見て悪くなってるようであれば、燃料を回してパワーを出すっていうような方向にコンピューターが判断してるのかななんて、思ったりもして、その辺はちょっと長期戦ですね。長い間乗ってみないと分かんないです。ってことで今回は、車検の時に発覚した排気ガスの問題と、それからリアブレーキのその力の差、左右の力の差を、解消しようということで、タイ米を働き、払いました。車検費用と言えていくらになったんだ？20数万払ってるような気がする。まあ、古い車維持するには、しょうがないかなと。まあでも部品交換してしまえばこの先また10年20年つってその部品は使えるわけで、私がいなくなるまで持つかななんてね。はい、こんなわけで、ここは何峠っていうんだっけいつもの県道59号58号、こっから58号走ってますけどね、いつもの、まあ、こういう何かしらあった時に走
る道ですけど、それにしてもやっぱりパワー上がったよな。なんかトロックどっちなんだろう馬力なのかトロックなのか、その辺がちょっとはっきりしないのがちょっと尺ですけど下りじゃパワーは分かりません、なので後でちょっとまたここを逆方向走ってみようかななんてそんな風に思いますけどね。まあブレーキの効きは良くなったかな。ディーラーさんが言うには、なんだ、サイドブレーキ、いや、ハンドブレーキの効きはもう言うことなし、で、ただ、あ、そうそう、なんとかポンプってやつ、あれ、あ、ポンプじゃねえ、バルブだ、フットブレーキ側の、バルブが、なんか不調というような話で、そうそう、それで何バルブあれを変えなきゃいけない、変えたらいい方向に向かうんじゃないかななんてね、言ってたので、そうそう、フットブレーキです。よく使うフットブレーキ。ハンドブレーキなんてのはだいたい駐車するときとか、よっぽど危ねえとか思ったときに使うやつなんで、めったやたらと使う代物じゃないんですけど、そうそう、フットブレーキね、これが今一つらしいです。いやー、足回り、あとはリアのサスペンションと、サスペンションっていうか、バネとショックアブソーバー変えるぐらいかな。まあ一応ね、まだ純正部品でやってますけど、まあ将来的にはどうなるかちょっと分かりません。ってことで、地元の方帰ってまいりましたので、この辺で今回のお話は終了しようかなと思います。はい、今回は車検後の修理ということで、O2 センサーとそれからリアブレーキの各部品、マスターシリンダー等々交換しました、新品になりましたというお話でした。それではこの辺で失礼します。ご視聴いただきありがとうございました。ガオチューでした。ではまた次回の動画でよろしくお願いします。それでは失礼いたします。